おはようございます、フォルテです。シャキーン、本日は本当に大切なお知らせがあります。私、赤の衣装を着てるってことは、そうです、ものすごく情熱的なお話がございます。私、フォルテピアノパフォーマンス全国ツアー決定。とりあえず全国ツアーっていうことなんですけども、まあ北海道、宮城、石川、京都、東京ということでね、まあいろんな全国各地でやらせていただきます。こちらのコンサートではショパンの革命だったり、バラード1番だったり、英雄ポロネーズだったり、月の光だったり、ラーカンパネラだったり、そして情熱的な熱情を弾かせていただきます。この熱情は私の大学の卒業研究でやった、曲でもあり、ものすごく思い入れも深いです。ものすごいね、もう感動的なコンサート、そして面白いコンサートになると思うので、全国各地の方はお越しいただけると嬉しいです。そして東京5月28日にあるのですが、だけど4月23日も東京でリサイタルをさせていただきます。そちらはね、少しプログラムを変えて、一部では船歌だったり、ショパンの船歌だったり、あとはスケルツォ2番だったり、ショパン1の10の1番だったりとかね、弾かせていただこうと思っております。そして熱情も弾かせていただきます。そしてこの前まで僕は月光のツアーもしてたので、まあ月光の曲目をちょっと入れたりとかして、コンサートをさせていただきますので、ぜひとも東京はね、あの1ヶ月後にピアノパフォーマンスツアーがあるのですけども、どちらも来てもらえると本当に嬉しく思っております。そして初めて行く石川だったりとか京都だったりとかでのリサイタルっていうのは、宮城もですけども、あの本当にね、1年に1回か2回ぐらいしかできる機会はないリサイタルですので、本当にお近くの方は足を運んでいただけると嬉しく思っております。僕のコンサートはですね、もちろん真面目な演奏はするのですが、すんごい楽しいコンサートとなっておりますので、まあいつもの僕とお会いできることを楽しみにしてもらえたらなと思います。 YouTube で見てた僕を、生で見ると多分かっこよすぎて倒れちゃう方もいるかもしれないので、ぜひともハンカチを忘れず、そしてその倒れかけたハンカチ、うん、まあええわ。というわけで、コンサート会場でお会いできることを楽しみにしております。皆様ぜひともチェックしてみてください。いやー、北海道、石川、京都、宮城、東京、しかも東京2回コンサート、めちゃくちゃ楽しみです。というわけで皆様お会いしましょう。グッバイ。